大家好，我是蔡莫林街，前妻是 Lake Japan。就想同大家介紹一個之前出 post 介紹過嘅女仔，不過並唔係 AV 女優，而係超反差嘅筋肉美少女蔡莫林街。皆さんこんにちは、筋肉担当元気やる気蔡麗佳です。よろしくお願いします。咁你幾多歲開始做啦啦隊噶？はい、2014年の12月にレッスルワンのファン感謝祭でチアワの第2期生として加入して以来活動しています。咁點解無啦啦會開始想健身嘅？最初はずっとダイエット目的でフィットネスジムとかこの K1 のジムに通い始めたんですけど、すごく昔からこう負けず嫌いで、いつか試合にも出たいなと思ったんですね。でそのちょうど後楽園ホールっていう聖地で試合ができるっていうお話をいただいて、試合に出るんだったらちゃんとこう体作りもしないとと思ってウェイトトレーニングを始めました。不過咧，我知道你而家除咗做啦啦隊之後咧，仲去打埋格鬥喎，拳拳到肉咁樣，你唔驚咩？全然。私メンタルも体も強いので、そういうのは全然大丈夫で、でもやっぱり怪我とかしちゃうとトレーニングができなくなってしまうので嫌なんですけど、あざぐらいだったら勲章だと思ってます。全部都係戰績嚟㗎，真係有血有汗㗎。咁你练大只咗之后咧，你公司或者朋友对你有啲咩评价？最初は結構ファンの人も戸惑いの声があったんですけど、最近では同じトレーニングをしている人から憧れますとか、レイタの体見てるとモチベーションが上がるとか、そういった声が多くなってます。其实我都好想变大只啲噶，唔知佢可唔可以教我哋做咧？もちろんもちろん。不如叫佢一間教我哋幾招啊！咁咧，你而家變大隻咗之後咧，對你工作有冇幫助啊？はい、もうね、明らかに仕事の量が増えました。増えました。はい。日本テレビの有吉反省会っていう番組に出演してから、こうネットニュースにしてもらうようになったり、週刊プレイボーイで筋肉グラビアっていう業界初ジャンルに挑戦したこともすごい大きな反響を呼んで。でもちろんチアワンとしてアイドル活動もしてるんですけど、その筋肉トークショーを行ったり、結構筋肉に関わるお仕事が増えました。はい、咁都算係一個意外嘅收穫喎。咁樣咧，你每日會做啲咩去 keep 住你嘅身形噶？もう暇さえあれば筋肉って言って筋肉を育てるトレーニングに行ってます。であとはやっぱり普段からタンパク質をたくさん摂るようにしてて、で結構食べる量は多いんですけど、撮影とかが入るとちゃんと食事制限して維持してます。咁仲有冇边 part 你系想再加强多啲噶？やっぱ胸かな。胸。はい。なんか胸をこう鍛えてこうやって動かせるようになった。你可唔可以咧摆啲 pose 去 show 俾大家睇你嘅健美嘅成果？もちろん。我示范俾你睇啦。哇，真系劲瘦啊！喂，有冇咁够胆挑机先？真系唔得掂。咁而家咧又到问一个你哋最关心嘅问题啦，就系你嘅理想型系点样噶？理想の男性はやっぱり休みの日に朝一からジムに行くような真面目な人。で、あとはやっぱり体で言うんだったら胸筋、胸がある人がよくって。例えて言うなら、マイティーソーみたいな人、マイティーソーみたいな人。各位、而家健身都仲嚟得切噶，俾多少少时间你哋。不过更重要嘅系问呢、這个，你而家系咪单身噶？もちろん独身です。まあ結婚っていうよりかはもうむしろ彼氏もいません。はい、やっぱりアイドルなんで。Oh, sorry, アイドル冇份。アイドル系唔可以谈恋爱噶。你哋再等下啦。